そうそう。え、祭りもめっちゃ東海オンエアさんめっちゃめちゃ好きで、東海オンエアさんのおすすめ動画ありますか？あのね、誰が好きかによるんだけど、祭りが好きな動画は、まあ無難に食べ食べポーカー。あれはもう、初めて東海オンエアさんの動画を見ますっていう人におすすめするのは食べ食べポーカー。で、個人的に祭りが好きなのは、夢丸さんにドッキリを仕掛けるやつ。遠隔で指示を受けていると思わせて、本当は受けてない。ただ、やばいことをしているだけのドッキリっていうのがあるんだけど、それが好きだね。夢丸さんがやばすぎて大好き。めっちゃ面白いんだよ。めっちゃ面白い。あ、見てほしいですね。で、人で言うと、祭りは、りょうくん、りょうくんさん、りょうさん、りょうくんが好きなんですけど、りょうくんが結構前の動画なんだけど、しばゆうさんが車のさ、なんていうのあれ、キューンって横、キューンってやるやつ。なんていうの、スライディングみたいな、なんていうんだっけ、あれ。あれをやって、で、てつやさんが前に立ってて、そうそう、ドリフト、ギリギリをドリフトするよみたいな動画があるんだけど、りょうくんが隣に座ってて、で、もうてつやさんとしばゆうさんはやばいやばいみたいな顔してるのに、りょうくんだけ大爆笑してんの。危ないとかじゃないんだよ。一人だけ、めっちゃ危ないのに爆笑してて、サイコパスだと思って、そういうとこが好きなんですよね。面白い。めちゃめちゃ面白いんだよ。なんかサイコパスっぽい人基本ね好きですね。うん、そうなんですよ。なんか危ないことを笑ってやってる感じ、バグってる感じがすごい鉄人。うんって感じ。まあちょっとマネージャーの話からそれだけ。